どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。トロール奇跡と森の神秘に平和よあれ。説明文に個人的に今までで一番作るのに苦労したコースです。このコースは元世界一のコースを参考にして作られています。今までで一番作るのに時間がかかったって書いてるんですよ。まあ世界一のコースっていうのは大体想定できるんだけど、ピンクコインコースを3周させられるコースなんじゃないかなと。過去にやったことあるんだけど、めちゃめちゃすごいコースだったね。でおそらくそのコースをこのアメちゃんっていう方が参考にして作ったんじゃないかな。いや今福岡もねめちゃめちゃ雨が降ってるんですよ。そんな日はトロールをして魚にやられて雨ってか。この無言の時間は高評価を押す時間ですよ。誰が押すかそんな寒いギャグで。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.66%。 そういや最近ワンカルビっていう焼肉食べ放題屋さんに行ってきたんだけど、やっぱりめちゃめちゃ楽しいよね食べ放題って。いや僕小食なんだけど、だからこそいろんな肉を少しずつ食べてみたいみたいな。開幕アダー、なんか分かる人いないかな。食べ放題じゃない方が安くて美味しい肉を食べれると思うんだけど、食べ放題は食べ放題なりの。あーおっけ。出せ出せ出せ。でさ、焼肉食べ放題に行った時、自分の中で絶対最初に頼むものって決まってない？僕も決まってるんだよね。なんだと思う？わかめスープなんですよ。このわかめが普通さ、カルビ、ロース、タンとかが一番人気だと思うんだけど、僕ね、小さい頃からカルビとロースがそんなに得意じゃなくって、だから食べ放題屋さんに行ったらずっとミノばっか食べて。もう小さい頃からおっちゃんなんだよラシタが。でこのコースあれだ、やっぱりピンクコインを3周させられるコースと似てるね。そのコースを参考にして作ったんじゃない。一番下から行こうか。さあ土管から出ろ。上に氷ブロックがあるけど、この氷は下アイテムなんじゃないですよね。うわまたさ3周させられるとかそんなコースじゃなかったらいいんだけど、あのコースマジでめちゃめちゃきつかったんだよね。もう僕最後らへん泣いてた記憶があるの。さあフラワートリーノ、今度は USA か。 USA 魚。私ですね、いつもうるさくて可愛くないから、もうちょっと女性の母性本能をくすぐるためにバブミを出してった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。だから今からバブミを出しながら実況していきます。バブミバブミバブミ、ここでバブミ、トルコビュー。母性本能出た。出るわけねえだろ。っていうか母性本能ってどうやったら出るんだ。ここはパンブロッカー持ってすぐ左に逃げる。でこいつを倒せばいいので、ね、さあこのリンクを取っていこうか。そしてカードの頃入っちゃっていいのか。ここまで簡単に来れたな。さあ、おーなぜ来たの。噛んでしまった時になんか可愛かったですっていうコメントは来たことがあるのよ。だからわざと噛んで実況していこうかなと思いますよ。さあここのカリオンの甲羅で毒ヌミャン。毒ヌミャン。これを見てる女性の皆さん、僕を可愛いって思ってくれよ。 10% にも満たない女性の視聴者さんたち、これはなんだ。お前が一番可愛くないんだよ。逆によ、男性の方から可愛く思われるってどうしたらいいんだろうな。おい、魚倒しまったじゃねえか。あれ魚にやられなきゃいけなかったんじゃない。絶対そうだろ。ガマ発見しました。かわいいはやめだ、かっこいい系でいこう。かっこいい系はやめだ、元気なキモいおじいちゃん系でいこう。ここは左を心配で大丈夫じゃ。そうじゃろ、じゃあもう終わりかい。これで中間ポイントゲット。もうこのシリーズやめていいから。じゃあ次はどうすんか。いやどうすん、どんな襲い方をしてくる。ここが来るんだろ、分かってた。いいしよいいしよ、すぐに壁で遊んでるがいいぜ。くらー、1枚のピンクコイン取って分かったわ。このコース基本的にシンプルなんだよな罠が。シャーン。なんだ今のやる気のねシャーンは。基本的に罠がシンプルだから、考えればそこまで難しいようなコースじゃないと思うんだよな。壊れてんのは僕だけですよ。さあブロックを叩けばいいの。シンプル。ブロックを叩いた瞬間右を引っ張る。これで大丈夫。うん、下に行っちゃったけど大丈夫、大丈夫だね。でここ足場があるとか。やめろー。 P スイッチが鳴り止むまで僕はこの場所で何もしないっす。この下に砲台があるのは分かってる。 P スイッチが鳴り止んだら砲台が上に来るんじゃないのか。だからすぐ右に行こう。これがシンプルイズザペポー。
最近さ、フラワー取ったら即終了の一発マリオやったと思うんだけど、その日から親指がめちゃめちゃ痛いんですよ。第一関節の中側って言えばいいのかな。そこがね、もう僕十字キーでやってるんだけど、そこを押すたびに痛みが走んのよ。これどうやって行けばいいの？トゲピュー！この場所で何もしない、落ちてくるのを待っておく。そうしたら先に進めるんだ。さあここはどうなるんだろうね。下足はないと思うから、このハテナを叩く以外ない。あっ、危ない。一気、もう一回戻ってくる。よし、ナイス反射神経。右は、右はないのね。この四角の枠で、ここ、ここ、ここ、絶対ここ。よし、こんなシンプルな罠だったらね、そんなに引っかかりませんよ。さあ次の場所行きます。いや、みんな気づいてないと思うけど、僕結構上手くなってるんだよな。罠とか結構回避できてるもん。いや違うんだって。ならここはもう早めに行っちゃいましょう。さあこの方で襲ってこないのかい。大丈夫そうだね。なんだお前、もうせかすのやめろって。ちょっとは考えさせてくれよ。ここまで来る、あのトゲゾー。来るかい、この握り植物。あのブラックパッペンパンパンのところまで。何も喋れてね。この一エージは下に来る、こいつは右に来ないね。じゃあ一気に左まで駆け抜けちゃいましょう。そしてハテナブロックを叩く以外ないよな。ここにキノコかなんか来るんじゃない。うそっちに来んの。え、これさ、ベッドだけ取れる。頼む、ベッドだけ取って。マリアー、ドクルバー。え、間に合うこれ。ハテナを叩く、そしてベッドを早めに取りの左、間に合うんだ。さあ右を審判しようか。右を審判で受かったのかな。これはどこ、え、右か。あの鉄球右に来て欲しかったね。あ、やべ、心の声漏れちゃった。さあラストの土管に来ましたよ。これでラストとか思いませんけどね。2周目とかあるんじゃない。これはバボー、一気に。もう完全に当たっちゃったんだけどね。え、これ右が正解なのかな。上の土管は何、死に耐久みたいなお部屋だね。死に劇場かな。はい、どうもこんにちは、じゃねえんだよ、こっちみんな。これは最後結局誰にやられると思うか勝負しましょう。皆さん、僕は右から魚が出てくると思いますね。さあ息アップが出てきて、この息アップ、もうクッパを雑に扱うんだって。マリーも雑に扱うな。僕はわざわざジャンプしなくてよかったんだ。チビになりーの右に行ったらボム兵が降ってくる。だからこっち、うん、10コインさ、10コインどうしよう、取らない方がいいよね。絶対罠だと思うもん。普通に右に行きます。急いでね、ここ絶対投げると思った。左。え、ここめっちゃかわしてんじゃない。これ下に行く、どうしようか。下に行っても特に何もない、ドカンとかあるんじゃない。詮索するのはよそ、罠に引っかかるだけだ。このオープンブロックも詮索するのは良くないとは思わないぜ。絶対踏んで、この場所でキノコが出てくる。キノコ様、このコースこれでもう終わったんじゃないかな。意外と早かったね。いや、2周目あるかな、怖え。頼む、2周目ないで。これでピンクコインは全部集まりました。さあ一応中間取っておこうか。中間トリーの土管に貼ります。で一番上にあったドアに入ればいいと思うんですけどね。うわ、どうなんだろう。3周目とかあったらめちゃめちゃきついよ。さあドア焼いてゴールなのかい。どうなんだ。これ右ゴールじゃないの。あのツタめちゃめちゃ怪しいよね。わかった、あのツタに捕まっておいて右に行ったらゴールみたいな。じゃあさ、これもう一回最初からやり直し。いや、Pスイッチが鳴ってる。ってことはもう一回今のやつをやり直しさせてくれんじゃない。もう一回一番上行けるよな。あ、なんか別の場所になってる。頼むって、左上出たよね。じゃあ左の土管に入りました。いや、どうなんだろう、ゴールは。長いって。じらしてくるね。で、あ、どこここ。え、これさ、さっきの場所じゃないよね。いや、さっきの場所か、さっきの場所で合ってるんだけど。一は右下に行けと。2周目開始かい、これどうなる。もう2周目開始っぽい、頼む。うーん、どうなる。放題来ないの。え、今フラワー落ちてきたよね。2周目だ、頼むって。鍵、せめて鍵だけは。鍵ないよ。てことさ、ここから罠変わってるみたいな。さっきさ、右上にフラワー出てきたけど、これは何。え、キノコじゃん。え、さっきと同じ、これもしかして。あ、
わかった、ここでもう一回ピグコインを集め直して、さっきのツタがあるじゃん、ゴール前の、そこに捕まっておけばゴールできますみたいな、そういうことなんじゃない。でもまた周回ですけどね。さあ皆さん、すべてのピンクコインを集めて戻ってきましたよ。ここにツタがあったと思うんだよな。このツタに捕まっておけば大丈夫みたいな、そうじゃないの。そうだよな。そして右にジャンプ、いけるこれ。何、下の砲台めちゃめちゃ動いてんの、乗っていいのそれ。のどうしよう、ジャンプしていく。やったー。いや本当にね、過去にやった世界一のコースっていうのかな、それをもう一度やってるような感覚でしたね。あそこまで長くなくてマジで良かったなって思いますよ。すげえ楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、反射神経ゲーム。いや久しぶりだね、反射神経ゲームで。説明文に多分一発クリアは無理です。いやワンチャンね、こんくらいのクリア率ならいけるかなと思うんだけど、やらせなしで一発クリア目指していきますよ。まあいつもやらせしてるわけじゃないんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.22% で、制作者さんがいいねちょうだいって書いてるんだけど、いいよいいよ、そういうがめついの僕嫌いじゃないよ。いいねだけしてあげようか。いいねできない。なんで、なんでいいねできないの。あれガチでいいねしようと思ったんだけど、まあいいか。これは普通にリフト降りていくだけ。さあドアに入っていきます。まあこんくらいだったら全然で、一つしかクリアできなかった。まあ所詮ね、反射神経ゲーって覚えゲーが多いんですよ。さあドアに入っていきます。もう右スロットル全開がいいんじゃない。フルスロットルみたいに言うな、アップデで次はいき、よし、楽しい。で中間ゲットで、あのスネークブロックが来る前にドアに入っていけと。ここは全然余裕だな。さあ次は、これは、うん、こっちでよかった。ダメー。ならばここは早く行けと、そういうことですね。違うんかい。ジャンプしたらオンオフが変わるシステム。ならばここでジャンプで、もう一回ジャンプで、もう一回ジャンプ。これは反射神経ゲーなのか。ああ危ねえ。早い、よし。待て待て待て、戻んじゃないよ、そっちは。さあこの場面、右ダッシュ C の鍵を取ってこいよ。こっからどうするかよ。鍵を取らなくちゃいけないっていうのは分かってる。鍵を取りの、ファイヤーバーをくる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 一緒に回っていきの、鍵扉に入ります。いやこれ本当に楽しいね。で次はどんな感じなんだい。なになにこれ、え、これ反射神経ゲーっていうよりタイミングゲーなんじゃないの。この場所がいいって、これジャンプしなくてもいいんじゃない。右の砲台にどんどん渡っていけば大丈夫みたいな。あ、これだけでいいのか。これは結構簡単な方だったね。さあこの土管に入っていく。よし。さあ中間ポイント2と思ったらゴールじゃん。ありがとうございます。いや面白かったねこれ。反射神経コースって短いのが多いんだけど、長いコースもたまにはやってみたいよな。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ一回転。サムネを見る感じ、高い壁の中にブランコが一つ設置されてあって、その上に針があるんだよね。だからブランコを使って針に当たらないように壁を越えろっていうコースだろうね。いやこれいけんのかな。クリア率はそんなに低くはないんだけど、ブランコで一回転とかできる。まあ面白そうなんでこのコースに決めました。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.77%。 まあ正直やることは分かってるんですよ。ブランコに捕まってそのまま一回転するんじゃなくて、ブランコから乗り降りして勢いをつけなきゃいけないみたいな。だからこのブランコに乗りつつ、いや乗れないんだけど。え、このブランコ乗れないの。え、ちょ、乗せろって。わかんねえ。あ、やっと乗れたね。でも時間が足りませんよ。まずどっから乗れるか探さないけんね。この場所だったら乗れるか。だからこの場所で乗り降り C の勢いをつけて右にジャンプ。もうこれ以外痛いと思うんだよな。何よった。でもね、もう乗れる場所さえ分かっちまえばもうこっちのもんよ。ここで勢いをつける。もうどんくらい勢い、いやこれ結構いい勢いなんじゃない。まちょ、乗せろって。このブランコ全く言うことを聞かねえぜ。3回ぐらい勢いをつけてみようけ。2、3、これでめちゃめちゃ勢いついたんじゃない。もらったー、マリーの玉をな。これね、見た目以上にめちゃめちゃシビアなんだけど、3回勢いをつけることは絶対合ってると思うんだよな。で一番上の方から、うん、いけるんかい。多分ね、ブランコから離れるタイミングがちょっと早かったんだろうね。遅くしたら意外と簡単に行けることができました。これさ、もう一マスぐらい針の位置上げれそうじゃない。まあ素敵なアイディアのコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。おりゃー。